じゃあ、ここから読みます。韓国語の読み方について、基本的なルールを紹介します。ハングル文字の読み方は、日本語の金文字に似ていて、音を組み合わせて発音します。以下が基本的な読み方のポイントです。ハングルの基本構造。シーン、これ、ジェーウ、ジェウン、これシーンなん、ジェエウン。 母音と組み合わせて発音される音の要素。母音、もうえうむ。えうむかなこれがね。これがも,もうねえ。子音と組み合わせて発音される音の要素。ハングルの読み方の基本ルール。文字の構成。ハングルは基本的にシーンプラス母音で一つの文字を構成します。 時には、シーンプラス、母音プラス、シーンのように、終わりにシーンが追加されることもあります。えー、単語の組み合わせ。じゃ、シーン。えー、っと、これが何だ。母音。あ、これが、これが、じ、あ、じやなのね、これね。じゃ、これ、じゃ、はいはい。これ、が、シーンが、これ、あ、これはこう書いてあるのね。 母音がこれで、これ姉、ね。あだからね。そうすると、これと、これで、じゃあ、あ、そうか。これとか、あ、そう、なるほどね。これが。はい。ぐ、姉、ね、これね。はい。これ義務。これ事務かな義務かなはい。そうすると、心がこれで、プラス母音、プラス心。えー、義務ね。義務。義務なのね。はい。 発音のコツ。文字は左から右、上から下に読む。音の連結などで発音が変化することがあるので注意。具体例。えっと、これは、アニョンハセヨなんだけど、アニョン。<laughs> わかんない。これヨなのわかるんだけど、アニョンハセヨなのね。こんにちは。えっと、これ、アンがな,なのね。アン。はい、シーン。 あ、これか。で、母音。これはい。で、シーン。あ、これ何よあーか、青。お。おあん。なのかなこれね。はい。三つなのこれあんだあん。あーんなのかななるほど。にょん。に、これがシーン。にょん。にょん。 にょんぐ、はい。は、これとこれで、はね、はい。ふと、あね、はい。えー、っと,こセとセ、これ、せ、すとえ、せ。これ、いいよ。これはもうもっともっといい。あ、これはイ、い、いよーなのね。いよ、いよ、はい。これ、いなんだ、これ、丸っこいのが。 いいよ、いいよ、はい。これが、ガ、えー、ムサムニダ。ありがとうございます。ガムね。ガムサムニダって感じなのね。これはガム。これアだもんね。グダもんね。ガ。で、これがムね。あー、わかってきた。ガム。はい。で、これはグー、アー、ム。はい。サ。これがすで、これアだから。シーンがこれサ、ア。はい。 えー、これ、ハプなのね、これね。これが、シン、ハ、ハ。えー、これ、あ、これ、フ、フ、フア、プね。ハプ。はい。えー、これがに。これが、ん、で、これが、いね、にね。だからね、はい。だ、ドゥ、これがドゥで、ここがアね。はい。だ、シン、ボインね。ハングルを学ぶときは、一つ一つのシーンとボインを覚えて、 それらの組み合わせを練習するのが効果的です。なんか分かってきた気がする。